楽天辰美亮介外野手27が28日都内で行われた三井ゴールデングラブ賞の表彰式に金ピカ姿で登場した。辰美は4年連続4度目の受賞スパンコールを使用した金色のスーツを着用し顔面から髪の毛、指先、耳の穴まで金色に染め上げて姿を見せた。ステージ上でインタビューを受けると 2年前に上下ゴールドで来ますと約束したので、照明の関係で金に見えてるだけ、いつも通りです、と、辰巳節は全開だった。表彰式の地には取材に応じ、僕がしたくてやってるだけなんで、ただ式典がね、少しでも盛り上がったらいいなって、個人的にはちょっと堅苦しいなっていうような印象があるんで、楽しかったらいいんじゃないかなって思ったんですけどね。 来年は全員金にしてきてもらって、ぜひ僕の真似してほしいなと思います。と常識を覆し続ける辰巳らしく語った。